お日様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお姉さんが看病して。ヒルチャールのお兄さんが薬を飲んでも治らない。フータオ役の高橋理恵です。よろしくお願いします。いろいろな地域によっていろいろなモチーフとかがあったりするんですけど、どこに行っても空気が美味しそうで、なんか草も生えてるし、お花もいっぱい生えてるし、なんかどの草花も生き生きとしているような印象があって、そんな空気が美味しそうな印象を最初に原神に抱いたっていうのと、あとはですね、やらせていただいてるシーンの中で漢字の読みが可愛いなって感じました。もちろんキャラクターのフータオって読みも可愛いんですけど、個人的にめちゃめちゃ可愛いなって思った発音がリーユエ、めちゃめちゃ可愛いなって思いました。一番最初にフータオっていう役が来てますよっていう書類をいただいて、パッとこうバストアップの、多分皆さんアイコンとかにされてる顔のバストアップだけの画像をもらったんですけど、あれを見た時にめちゃめちゃ可愛い、絶対やりたいと思って、まずはこう顔が好みだったすごく可愛かったんですよね。でいろいろこう資料を見ていったら、あれ情報なんかめっちゃ多くないみたいな感じで、そのこんなに可愛らしい表情の中にこの子はどれだけの情報があるんだってぐらいの設定の資料をいただきまして、これはやりがいがあるなと思って、で現場に行ったら、そこにもいらっしゃるスタッフさんが、このキャラをおかしくしたいんですって言ってたのが私すごい印象的で、そうですよね、おかしくしたいんですよね。まあおかしくって言ってしまうとあれですけど、トリッキーなキャラクターにしたいっていうことで、自分が家で練習していたフータオよりもかなりリズムをバラバラにしたなっていう印象が残ってます。そのこの原神という世界観の、先ほどお話ししたような草花が生き生きと成長している壮大な世界観の中で、いたらおかしいだろうなみたいな空気感になるように心がけて、セリフなどを収録させていただいたんですけれども、やってキャラクターをだんだんとこう見つめ直していくうちに、フータオのその二面性のところが素敵だなぁなんて私は思っております。いろいろ伝説任務でしたっけとかやっていただくと、フータオのその二面性をもうすでに知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、いただいた資料の中にもすでに二面性が結構散らばってまして、例えばなんですけど、やんちゃで楽観的っていう、まあそれもフータオじゃないですかっていうのに対して、小難しいことを話し出す傾向もありみたいな書いてあって、やんちゃで楽観的な人こう難しいこと話すかなみたいなものの両立もあったり、あとはもうメモしてきたんですよ、フータオ大変だったんだよって初対面の人の前ではおとなしくしているんですって、フータオって。でも実はよく喋る、まあ、実はよく喋るっていう部分が皆さんの前には結構表に立ってると思うんですけど、初対面の人にはちゃんと失礼のない一線を引いてるんだなっていう部分だったりとか、あとはお客さんには敬語を使うけど皮肉めいたことも言うんですって。なんかちゃんと丁寧にこうお仕事の説明だったり、お仕事のこういうところどうですかみたいなことを、まあ、商売系たっぷりに話すところもあるんですけど、それでも皮肉は言うんだなみたいな、もうこの子の幅がわからないみたいな感じで、すごくでもやりがいがたくさんありました。なのでその2つの二面性をどう両立させたらいいんだろうっていうところで、フータオはこういう子ですみたいな枠を自分で決めずに、フータオですみたいな、何やってもフータオですになるような感じになってたらいいなっていうのも現場で探り探りやりながら、ただ軸はその伝説任務にもあったように、一本通ってるところがあるので、そこに肉付けをしていったみたいなイメージなんですよね、これね。なんかね結構似てるって言ったら恥ずかしいし、私もっとちゃんとしてるもんって言ったらフータオに失礼ですけど、そうだな、仕事に対する熱意とか行動力があるっていう風に資料に書かれていたので、
そこは私も声優という職業への熱意とか行動力、先に体が動くみたいなタイプは似ているのかなって思います。似てないところはカラスが実は苦手で、カラスに餌やるのがふーたおちゃん趣味って書いてあったんですけど、私カラスがいたら迂回してまでカラスに近寄らないようにしてしまうほどにカラスとの距離感がわからないんですよね。はい、そこは似てないです。ふーたおちゃん的に言うのであればナナちゃんですね。ナナちゃん、ナナちゃんとのシナリオでの絡みが早く欲しいななんて思ってしまいます。あとこれは収録しに行った時に確か教えてもらったのかな、ふーたおはこの原神の世界の中では結構散々な言われようですみたいなことを教えていただいたんですよね。なんか掲示板とかですごい絡みがあったりとか、ふーたおについてっていう欄で散々なこと言われてるらしいっていうのを聞いて、そんなキャラクターの入り口あるみたいな、これからキャラ作っていかなきゃいけないのにすでに嫌われてるだなんてみたいな、よしやってるぞってすごい思いましたけど、まあ、そんなとこで散々なことを言ってくれた人たちには絡みに行きたいなって思ってしまいます。これからまたシナリオとかいっぱい追加していただけたらいろいろ絡みに行けるのかな。なんか意外と悪く言ってない人たちもいるんですよね。とかそういったところでふーたおがこういろんな人に絡みに行くエピソード期待してますあとはですね、個人的に好みなキャラクターといいますか、ゆくあき坊ちゃまはすごい好きです。ハイソックスがいいですよね。あれ誰も笑ってくれてもえ、ハイソックス履いてますよね、ゆくあき坊ちゃん履いてますよね。皆川純子さんが声というのもすごい最高に私が純粋に好きって思ってしまう、なんかこう女性声優さんの演じる男の子っていうところに私本当に弱くて、なのでゆくあき坊ちゃまを今連れて行ってるんですけど、そうなんです、原神も今回ふーたお役で決まったっていうタイミングでプレイさせてもらいまして、ゆくあき坊ちゃんお迎えできたんですよ。嬉しい。もうゆくあきくんぐらいで、ゆくあきくん出なかったらちょっとどうしようかなって思ってたんですけど、今ゆくあき坊ちゃんとふーたを入れて、あとはガイアさん、足が長くて速いのでいっぱい連れて行ってまして、そんな感じで頑張ってるんですけど、まだトワリンのところなので、これから先もちょっとゆくあき坊ちゃんを早く育て上げたいなって思っちゃいます。そうですね、今武器も手に入れられたんです。で全然強くないんですよ。強くないって言ったら違う、そういう意味じゃなくて育てられてないんです。始めたばかりの私にはふーたおがすぐ死んじゃうんです。サンって言ってバーってこう火の蝶々出すじゃないですか。 HP どんどんなくなっちゃって一人で戦うにはすぐふーたおちゃんがゲージがなくなっちゃうので、早くふーたおちゃんを育てたいなっていうとこです。武器もふーたおも育てたいなっていうとこです。私まだふーたおを使いこなせてないので、そういう意味で、原神のオープンワールドっていうその広い質問ではあるんですけど、ふーたおを早く生かしたい、これですかね。冒頭のセリフでも言わせてもらったふーたおの歌なんですけれども、こうリリースされて各国の声優さんが歌ってるボイス私も聞いたんですけど、あんなに皆さん可愛いと思わなくてそれは本当にびっくりしましたし、誰か教えてよってちょっとだけ思いましたでも日本版のふーたおちゃんは歌っていうことで楽しんでいただきたいなっていう思いと、ナナちゃんだったかな、ふーたおへのセリフに対してなんか嘘の笑顔とかって言ってませんでした、なんか嘘の笑顔気持ち悪いみたいなっていうのもあったりして、そういうふーたおのふざけたへへへナナちゃんみたいな、そういうのも歌に込められたのかななんて後付けで思ってしまいますけど、いや各国の皆さんの歌がめちゃめちゃ可愛いので、ぜひその待機ボイスとか皆さんの可愛いボイスをぜひ聞いてもらいたいなって思っちゃいますし、あとそうだな、ふーたおちゃんの中で大事だなって思ってるのは、空気を読めないんじゃなくて空気を読まないっていうタイプだって、これから皆さんに、これ軸知ってる人にはこうグッとくるセリフだったりするのかな、空気を読まないのがふーたおちゃんです。はい、
改めまして今回ふーたおちゃんで、原神の世界にお邪魔させていただくことになりました。皆様ふーたおに対してどんな感情を抱いていただけたんでしょうか。かわいい、それともうざい、気持ち悪い、いろいろあると思います。でもそれも含めてふーたおになるように、どんな言葉をかけられてもふーたおはふーたおであれるようにみたいな、そんないろんな側面を持っている女の子になっていたらいいなって思っております。そしてですね、あのふーたおの伝説任務というのはしばらくやれるんでしょうか。伝説でだとしたらやっぱりそれをやっていただいて、ふーたおのあのまっすぐに持っている軸の部分とかを知ってもらえたら本当に嬉しいなというか、あのシナリオをベースにふーたおっていうキャラを肉付けしていったのもあるので、本当にふーたおの軸を知ってもらえたらすごく嬉しいっていう思いです。もうぜひぜひいっぱいふーたおに触れて触って知って、これからいろんな旅にいっぱい連れて行ってほしいです。ふーたおを今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。お月様が出たら日光浴、お月様、あ、お日様だったお日様だった、もう一回行きますお日様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。